はい。別に何も面白くなんでもいいんだけど。結果後ろの人に合わせるからね。22番。今日のお店全く配置わかんないから、じゃあ先に入って見ててください。ああチェックしとくでしょ。さあ結構急ですなこれは。聖夜があるけど、あいつ打ちたいんじゃないの。とりあえず取ってみる。あ、ダメだ、取られた。じゃあやめよう。まあ、あとは番長3か。あ、マサムネ2、3とか。じゃあこれでいいんじゃない。あいつマサムネ好きでしょ。あ、いたいた、マリオさんいた。おお、バラエティーコーナーのラインナップはまあまあいいじゃないですか。これどう。お、いいっすね。俺こっち打つよ。お、いいじゃないですか。俺はあんま分かんないからさ、最近ちょっと機種選択がふざけすぎてるんで、これはまあ確かにベストだと思います。じゃあマリマさんが3の方ですね、はい、3も出るのよ。なんか聞いたことあるのそれ。どっかで出ましたね実際。出ましたね。よいしょー、やってまいりました。さあ今回は日の丸いしもいもいも、もう一回行こう。もう一回行きましょうか。しもいもいもいもしもいもいもいも、もう一回行こう。日の丸しもいもいもいも、ダサい点目っすね。さあやってまいりました、はい、本日はしもいもいも、もう一回しもいもいもが出てきたんだ。日の丸しもいぐさ店でございます。やったよ、 OK やったよ、分かりました。もうこれはもう行きますよ、行きます、ね、さすがに、はい、日の丸しもいぐさ店ね。さあ、こちらで実践今回するわけですけども、はい、記憶にあるのがサラリーマン番長しか持ってたことがないですね。ここ2回目なんですよね、収録でお邪魔するのは。でその前のやつ、あの合いびきで、はい、来た時もサラリーマン番長売って、すごいいいイメージがあって、ダイトのお店ですね。ダイトのお店ですね。そんな中今日抑えたのがだとマサムネ2と3です。ダイトでございます。偶然にもね。いやでも僕良かったです、ちょっとホッとしました。というのも今日もし全然またお互い知らないダイを売ったら、このおまどこ最初から見てくれてる人はまだいいですよ、うん、最近見始めた人から見たら、なんだこの素人って。なんかいい年したやつらがただ騒いでるだけじゃないかって。知ってる騎士でやりたいなと思ってたんですよ。そうね、でもう勝手知ってるマサムネ2と、そうですね、で私が、まあ、今のところの最新騎士のマサムネ3を打ちたいなと、うん、そんなわけでまた大都マシン対決ですけれども、はい、さあ大事なのは財布番でございます、はい、黒ひげ3連戦が終わりましたので、うん、今日は何が出てくるか全く予想がつきません。そうですね、はい、いい加減ゲームのネタもね突きかけてると思いますけど、ね、じゃあ行きましょうか、はい、はい、今日のゲームは何ですか。いやインディアン。じゃあやりますけども、どっちが先引きますか。まあ、どっちが先に行くかそんなに、まあ、あんま関係ないんだけど、じゃあ僕が行きますよ。はい、どうぞ。サイだから、じゃあ戻りますね、はいはい、じゃあ失礼します。じゃん、はい、そうですね、なんかお前ずるくね、なんか見ようとしてない。レンズ越しで見えないから、ちょっと見ようとしてない。やめなさい、さすがに見えないです。ね、だ心理戦ってことですよね。そうそう、まあ、悪くはないよ。あ、本当に。あ、ゲンさん悪くはない。僕が悪くない程度ならマリモさんは僕が変えた方がいいと。あ、そういうこと。僕が悪くないならマリモさん自分の言ってることが本当ならですよ、はい、自分が嘘ついてればこれはまた変わってきます話が。1から13のうちの中で悪くないカードを持ってるんであれば、マリモさんそれは変えた方がよろしいんじゃないか。これあれだ、やったことない人のね反応なんですよ。俺はね一回やったことあるんで、なんとか分かるんですよ焦ってるのが。どうしますか、どうしますかっていうか、まあまあだからせーのでじゃあ言おうか。はい、いいですか、心決まりました。いやちょっと待って。ゲーム的にはね変えた方が面白いと思うんですよ。あ、なるほどね。うん、そうけど、もうね、これ多分すごくいいんじゃないかな、僕は。なんか焦ってらっしゃるようなね、雰囲気を見て取れたんですよ。
分かった、はい、いきますよ、せーの、せい。え、もう勝負決まったマジで俺どっちかチェンジだと思ってマリオさんに頼ったらえ、せいでいいんだ。はい、あ、分かりました。じゃあやりましょう。せーの、はい、よーしくそー上から2番目やった。耐えろよお前よ、初めてやるくせに1枚目にステイしてんじゃねえよ、ふざけんなよ。だってもうそれもう無理じゃん、1枚しかないんだから勝てるカード。やったー。で引かせて弱くしてっていう作戦だったのにじゃあ今回はマリモ財布でどこまでも頑張ります。くそー。じゃあ、はい、準備もできましたんで、はい、いきますよ。お願いします。すいません、お金かかる機種だと思うので、はい、それぞれ2枚ずつ。2枚ずつですね。いや、なんか最近マジで金で出しすぎだね俺。いや大丈夫です。僕一つ気づいたんですけど。何ですか？マリモさんの財布の時マジ強いんですよ。ま、確かに負けないね。なんならもうずっといいですよ、もういやだよやだよ、何そのあなたがやってくれたら勝てるんで任せていただければいやいやじゃあ、はい、これで収めよう。そうですね。でもどっちにしろね、もうマリモさんその通りで、うん、正宗2はあの爆発力が、ね、あるある言われてますけど、うん、結局やっぱ3枚目が入った時点でかなりピンチで、勝率ガクー落ちますからね、うん、なんかさ、それは満枚出してたよね。ですね、出してます。もう正宗僕2は5回ぐらい出してますよ。なんかここ1月2月ぐらいの間にさ出してましたね。出してたよね。もう正宗2しょっちゅう満枚出してるから、それがもうお金なくなったらこれ打ってます。それが今日でもいいはずだけど。確かに今日の可能性十分ありますよ、マジで、ね、ただそのなんかやっぱ4桁乗せたらとかっていう風にみんな思ってるけど、4桁乗せたとって結局やっぱ設定が良くないと伸びないんですよ。ああ、そういうもんなんだね。秀吉決戦の継続率とかがやっぱその6の方が優遇されてたりとか、50% がちょっと他の設定より選ばれにくかったり、あとはその兵力が溜まりやすかったりとか、いろいろやっぱりその6の方が優遇されてるとこあるんですよね。さあ小十郎が攻撃を呼ぶ。この辺で左向いたら小十郎、左向け左ピン、違うそっちじゃない、左向け左違う。で次のゲームがもう一回、あーダメか。とりあえず黄色の子役が出てるから、あ、これ熱いですよ。熱い、この何も変えてないやつ実は熱いんですよ。なんですか。何も書いてない、何も書いてないです実は熱いです。だからないです具体的に。何も書いてなかったら熱いですよ。何回言ったよ俺バカかよ2回目ぐらいでさすがに理解したよ。お、しかもこれ黄色の声ずれてるよ。あー、マリモさんこれもらいましたよ。あー、強制化か、強制化、書き換えは約 20% もらった。いや多分当たってると思いますよこれ。あ、大丈夫です。大丈夫、3ゲーム目にあの最終決戦ってなってないんでこれ当たりです。あ、そういうことか。はい、どうぞ。4ゲーム継続ね。逆にゲーム早かった、さすが。ありがとう。正宗打たせたら早い、当てるの上手。正宗2を打たせた日本一。いや、そりゃそうですよ。本当にね、こっから伸ばしていきますから。でもそう、あの ART 中のその伸び、はい、もう設定が関係してくるってなると低設定は本当にかわいそうだ、ね、いや、まあ、本当なんか設定不問の一撃かみたいな感じでよく言われてますけど、この台に関しては不問じゃないんですよ本当は。設定大事な一撃、ね、あーおーこういうことやってちゃダメなんですよ。あ、ドラゴンを、ドラゴンをなんとかしてください。いきます。じゃあここで天下道入れましょう。あと先に設定234が否定されたら大体1です。まあ世の中ねこれはもう大体1です。ダン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 、いやこっちは何の動きもないな。これはあえて狙わないスタイルです。狙わないスタイル、狙わないスタイル、狙わないスタイルで最後のボタンで
ドキドキしたい。もう極めてるね、マサブネの楽しみ方を。自分なりのさ、楽しみ方をさ。あー、終わりました。終了か。設定に否定です。おー、ラーメンきた。おお、ありがとう。こういうことなんですよ。なるほど、こういうこと。ドキドキできる。頼みます。これ丸山さん、ちなみに、はい、僕狙いをずっと狙ってなかったじゃないですか。で、はいはい、その後いろいろチャンス役重ねたでしょ。その狙いの方で揃っての点からだと、後のチャンス役は一応これ、あの、当選書き換えの可能性があるんですよ。あー、そういうことなんだ。いやー、これは頼むぜ、ひでよっちゃん。いやー、ここで気持ちよりいいか。あー、熱い、これ勝手に。チャンス役否定なら赤まで行くぞ。いやー、熱い。なんだ、レインボーまで。テストマフ通か。チャンスアップが絡めば。あー、ダメだ。ダメ、このパターンは弱いです。そこまで行って。途中の赤はまあまあ外れるんですよ。でも当然当たることも。いやー、マジだ。知りすぎてる。この人知りすぎてるから。知りすぎてるから赤でもそんなにね興奮しないんですよ。知りすぎているがゆえに。いやー、どうか。今のは痛いね。で、ここでもう緑で発展しちゃったらほぼ当たんない。ダメか。あ、しかしチャンスアップが入りました。おお、これは緑でも唯一希望が持てるパターン。あー、面目ない。1万以内で追っ始めるチャンスやったんですけどね、面目ない。いや、でもまあまあ、チャンスを掴んでくれただけ、それが最初にして最後かもしれないけれども。ないかな。か、私のコイン持ちが、はい、強烈に悪いんですよ。6000円で160ゲーム、うん、ハーデスじゃないですか。あ、でもなんか煽ってるな。9回で、9回の天井ってなんだっけ。9回でいったらあれだね、突破の可能性もわりかしありそうな。おお、グンギね、あげる。行かないか。ああ、あれ、なんか熱そうじゃないですか、それ。熱そう。わ、来た。さっきのなんか絵みたいなやつの竜は熱いでしょ、絶対。最初のセリフでも通常 B が否定されてるのか。 A が否定されてる B 以上。あ、今 B 以上の可能性が高いセリフだったのかな。こちらも強チェリーから高確率ですよ。お揃い高確率。あー、弱水か。2人で当てられる。これ持ちコインでこらえたらでかいな。さっきのミス帳消しを全て刈り取っていかないとチャンスをね。満杯は出ないです。すげえな、満杯目指してたんだやっぱり。めちゃめちゃ心がし高いね。ありがたい。これ座った時から満杯意識してますか。浮きたか。大して熱くなかったけどと言ってたら一応チャンスアップは入った。誰も出ねえな。ダメ、ラスト。あー、カウンターもない。あ、そう、でも遅い打って、あの女の子が出ると。あー、いった。あー、ありがとう。残り11枚、70ゲームです。早い。強チェリーから高確率入っていろいろ引いて当たりました。ちょっと敵将がおらんのだわ。こんなにいないこと初めてかもしれない。逆に熱いんじゃないですかね。こんな気するよね。これで当たんじゃない。ほら、多分通常面。デイ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 。伊達男が揃ったらこうなるってばよ。出ましたね。言うな。焦らないわけがなかろうもん。なかろうもん言うな。
さあ頼まーす。せめて70、いや60でいい。あ、止めてからですね。はい。今思いっきりガシュって行きましたけど、行ったねみたいな押しやってましたけど、あの押しからですね。細かいところはもうちょっと忘れてますね。行ったねー、イエーイ。いやー50%か。今この回ってる時の人差しで下がりましたね。60からギリギリになっちゃったんだって、細かくて。余計なことしたな。いや、しかしまあ 50%2 つですからね。ねえ、そんなに大変なことではないんですよね。さあ、あーもう多いな。おーしゅれあ、なんか引いた。チャンスね。あーまあそうなるか、やっぱ通り過ぎろ。くー、厳しい。厳しか。なぜ貴様は体に。お、いや、泣かない、泣かない。まだいいね、黄色なら。おーい、おーい。やるー。耐えた、伊達男。いや、さすが伊達男、立ったね。次もあれです、同じキャラ出てきたら確か突破確定なんだよね。あ、そうなんですか。なんかそんなのがね、それもね、最近出た情報なんですけど。ていうか、でも一番最初にじゃあ一番強いの倒したから、もう次はサスケが最強からキャラに。そうだよね。でもいいよ、マタベ出ちゃえ、マタベ。止まる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 。あ、止まった。いけ。あ、もう順番通り。怖え。あ、強め、なんかいいセリフ。そのセリフ、うちの大将。ほら、大将にも聞かせてやりたいって言ってる。大将に逆に合わせてやるよっていう意味ですからね。そうと思いたい。真山さん、やばいです。設定2と設定4が否定されました。偶数設定が。このパターンはやばいです。このパターンは設定としては非常にまずい。ちょっと待って、今さ、高ぶらせなきゃいけないところでさ、なんかその死の宣告みたいなのをさ、されたらさ、やめなさい。ににほら、にほら、やめに教えてくれてる。やめなさいっつ、隣の政宗2これぞって。違う、これもないぞっつってんでしょうか、これは。これは突破したんじゃない。あ、ほら、一番弱いのないじゃん。いけるはず。うそ。お、やだー、やだー。 50% でも通す。さすがです、伊達男。やりました。ひとまず投資が止まったので、まあなんとか止まってる間に当ててください。お見事です。そうっすね。これですけどね。やめろっつったから縁起でもない。まったく人の、お前人のせいだ。本当ね、そうなってくるとさっきの天下と本当ごめんなさいなんですよね。打ったの1回しかないから、なんかこうゲーム性を思い出してる間にさ、どんどん勝手に進んでったからさ、だからあの回ってる途中にこれやっちゃったりさ。あれ実は必勝法でしょ。ああ、そうコマンドね。上下下左右左右右最強コマンド的な。よし、行こう。 AT 中だとこの音量でもでかい。一発目はねこれね、まあ、いきますから ね、 そうだね。何セットか保証されてんじゃないのかな。まあ、もう最初はね、気楽に。早い、まあ、紫だ。すごいな。別にここで引かなくたって勝つだろうところだとすごい引くな。
別に今じゃなくていい、そんなに頑張んなくていいのに。ダブル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 、あーシングルシングル、あの逆が狙え、順調ですね。なんとさあベル、ベルを引こう。ベルで何パーですか？50パー。あー欲しい。あー揃うかと思ったのに。お？いやベルじゃないんですか？ベルじゃない。あーそっち、チェリーか。まあ、でも最悪続けば、お、あ三日月目50パー、三日月目は50パーで青です。よう引くな。チャンスっす。チャンスっす。よっしゃよっしゃ。これ両方当たってる可能性ありますね。あそっか、そのパターンもあるのか。はい、前兆中なんでまだ。そうだよね。青だ。あでも青から行って赤ってこともあるのか。先に引きましたもんね、チルネにね。そうだね。近く。その前別々。あ、出た。あ、来た。来た来た来た。やりました。やりました。やりました。僕この赤を行ったの初めてなんです。いや、お見事。どうなるのかよく分かってないです。赤。まあ、なんだっけ、二択当てでどんどん続いていくんだよね。あれ？あ、とりあえずあの青の分を50枚紹介して。あ、なるほどなるほど、はい、あ上にいますね。いや初めて見られた。おし6択当てた。チャンスゾーンです。いやいやいや、お互いやれてんじゃないですかこれ。いや、やれてる方だと思いますよ。欧州ボーナスしか持ってこれんならここで6択当てればよかろうもん。よかろうもん。あ、これどっちも択当てか。逆押し、そんなトリッキーな押しには分からん。そうする、どっちもする。マリモさん2択、私は6択。6択きつっ。当てればよかろうもん。ハサミか、ハサミは狙えたね。よい。逆押し、逆押し多いな。あなたそれ気にするもんね。このね、押しの流れがあるんですよね。熱弁されてたのは覚えてます。あでもなんだかんだでも500枚取れたな。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう、当てなきゃ終わっちゃう。第一選手当たりました。じゃあ2択だ。2択それ同じ条件まで持ってきましたからね。頼みますよ。ちょっとここ結構勝負の分かれ目だと思う。ちなみに金7月の青7狙ってるんで、うん、右押してテンパったらもう確定です。ああそういうこと。で右が行きたくなるよね。なる。身長的には楽になりたいよね。僕はやっぱ同じね、うん、九州出身のオールバックのあの人の、うん、あれを僕はやっぱり、ね、あの人はゴッドでやる。でも僕は正宗で2冊。ちょっとやめろ。違うよ、それ聞きたくなかったよ。二角を聞きたかったんでしょうが。殺す。殺されちゃった。もう一回、ワンモア。ほらーほらー今度こそですよ。今度はどうなの。同じ九州出身でオールバックで聞いたことある。これなんかあの人に僕は憧れて。にゆか。よーし。よーし。いいぞゲッツ。言った全部フリなんですよ。なるほどね。あれはやったー。これでだいぶ楽になったね。そうですね、ええ。よかった。よかった。とりあえずやれていいですからね。あもうご飯行こう。とんかつやかまだ空いてない。あそっか。まだ仕込み中か。あ、じゃあじゃあ、このダンス初めてちゃんと見てるの。大とお得意のね、コミカルな感じで、ね、そ
そんな見なくていいじゃん。そんなだから見とれちゃった。YouTube でやってそれは。見てもう後で。あ、はあ、なるほど、いいキレしてるなと思って。え、だからキレも何も。そうだよ、ね、あ、ごめんごめん。ここは出ないね。ここですよ、ここ、はいはい、6ゲーム間で約3分の1でナビが出て、ナビというか6択、2択チャンスかです。でその2択を成功させればもう1回う、まあ、いける気するよね、その話を聞くと。でしょ。あ、それはそれはもう OK です。あの弱チャンス役でもまあまあの確率、うん、あ、ダメ。あ、続くはずだった、うん、あそこに7出てくるっていう。1回もナビ出ないっていう、そういうのはないんだよ。いや、どうだったかな、あったような気がするな。固まってる。あ、なんか戦歴を表示できるわけだ。じゃ、諸角君はあれじゃないですか、これ大事なんじゃないですか。これで右で7テンパったら2択とかあるの？ないんですよ、これ残念ながらないんですよ。なんか下段にテンパったり中段にテンパったりするんですけど、2択はないんですよ、ね。あ、ないんだ。でもまあでもちょっと信じるわ。あ、でも1回目左右だったね。僕はそうです。僕はこうこうこうの後にこうこうこうで上げる。じゃあ1回目だめ、こっちから行くわ。素直に従っとけばよかった。あー、これは OK です。赤コーキはもう OK です。本当に OKOK、 OK、 やった、すごいな。4ゲーム間で2個も引いた。お見事お見事。あ、これ、あ、全部やらせてくれるんだ一応。あー、勝っとこう勝っとこう。ジャクチェか。あーあーあーだ、よしよし。さあ、確定対決で会ってください。 OK、 楽しそう。残り10ゲーム、本当にあれだね、斜めでも、あ、ダブル成功でもある。50ゲーム以上です。オーケー、でかい、オーケーオーケー。平山 D が舌打ちをするぐらい順調だ。こいつらまた金使わねえ気だよ。はい、来た。お見事。こういう生き方してきた。同じ人もずっと狙っていやね。いただき、悪情だなぁと思うよ、ね、あ、頼る大丈夫大丈夫。中右左と真鍮だ。そろそろ変わるんじゃないか、そこをどうするかです。そうだ、ただまあ僕はもう外れるまでそれ、やっぱり頑張ってくれた人を応援したいというか信じたいタイプなんで、こんだけマリモさんのために尽くしてくれた中右左を自分から裏切ることはできないと。それぐらいの気持ちでやります。中右左と死ぬときは一緒ってすんげーかっこ悪いフレーズです。どういうことなのかなってポカーってなるよ。そんな六文銭チャンス上手な人初めて見た。やっぱ今まで入れられなかったからさ。え、ここで出るんだ。上乗せチャンスです。なるほど。いや、もうここはもう間違いなくそうあれでしょう。見るまでもない。ああ、ついに。でも外れるタイミングとしては良かったかもしれないですね。そうだね、うん、ここ外したら終わりってとこではないから。6連続というかすごいな、これ8連続で、はい、中は右左でした。偏ってるな、ね、じゃあこれ中右左の優しさですよ。ここで外れるっていう。大丈夫だよまだ。ここで外れとく分には大丈夫だよ、大丈夫だよ。ただ上乗せできなかっただけだからね。マリモさん、夢中でしょうけど、はい、僕ちょっと終わりそうです。あ、本当だ。ただ毛利が今出てきてるんでちょっと熱いです。最後に戦う。そうです。浮田が出てきたけれども、これは毛利はいるだけでね、熱いんですよ。
赤いのは、まあ、後ろ側赤いのはいつもなんですけどごめん、はい、ここタイトルなんですね、ごめんね、タイトルだと思ってたあー白か、あらちょっとまずい、チャンスアップがゼロ、うわーごめんなさい、いやーしゃあないな、いやーさすがに3連続なんかはなかったが、逆遊び、そんなトリッキーなお尻は当てれん、そうなんだ、逆遊びが一番難しいですか一番選べないお尻ってことか、一番難しい、まずい、まずいぞ、フラグ自体を引けてない、もう最終ゲームで、あダメなんだね、1回はとかはないんだ、ないないです、もうワンセットみたいな、最初8連チャンもした後ですから保証も何もないです連チャンするには決まらないでしょここは、いや1個は多分出てくるんですよ、あ最低、うん、そういうことか、いやまあでもとりあえずやれた、すごい、ベルで33もう16勝もしてる、おお。いい、おお。三日月目で確定です、いやいやいや、さすがにわかるお前俺のことさちょっと猛録してると思って、僕もあのゴッドイーターと窓巻きを最近立て付け見たから、うん、マリモさん何も知らねえなと思ったんですよいや何も知らなかったとしても、さすがにブーって 下パネルが消えたり歌ったら何かあるだろうなとは思いますよ、私もね、ちょっとひどいぞ俺のその位置づけみたいのが、いや謝んなよとマジでなんかサンドにお金入れる次のレベルぐらいでやってる人みたいな感じじゃん、うん、とりあえずお金使うことは分かったって、東南アジアの方とかに売り込むパチスロのプレゼン動画があると思ったっ日本にはこんな遊びはあります日本に来たらぜひってっ海外の人って日本に来た時にパチンコとかパチスロ打ったりするんですかね、てかさ向こうのガイドブックにさそういうのが紹介されてんのかな、どうなんでしょうね、日本の文化の一つとして存在自体を知らない可能性もゼロではないですよ、やりましょうよ我々で海外に向けた動画、はい、でもさ中卒と一応形だけど高卒だぜ、英語多分一番苦手な分野じゃない、で役の人だけ雇いましょう、あ、役字幕つけてくれる人だけ雇って、だって英語で台の説明書なんて言うと絶対無理っすもん、まあね、ハードウォーターメロンって書かれてハードガチガチのやつだ、ジャックってなんだ、ジャックはソフトウォーターメロン、ソフトウォーターメロン、チャンスダウンチャンスダウンとかよくわかんねえや、ちょっとなんだこれは、雪村バトル、雪村雪村バトル、エブリシング、全然違う、全然違う、全然違う、ミーシャ出てきちゃった Your ABC、 スケダマってそもそもなんて言うんでしょうなんだろうな、ちょっと頑張って英語で解説してください、ヘルプボール、ヘルプボール、あ、いい、ヘルプボール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 、ベル33%ベルイズ33 33% でグッジョーでってでってで言っちゃったよあ、小十郎さん、いや三日月目じゃないんだな今欲しいのは、そうなのよ、あー引いた引いた引いた、33パー、あー消えた、マリさん確定です、レインボーだし、うん、マリさんあのなんだ確定ってなんだ、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクトボーイ、パーフェクトボーイ、あヒットか、 This is hit very hit
いや、いいタイミングで来ましたね、今の。いいタイミングでしたね。素晴らしい。あ、1000枚超えましたよ。初めて超えました。1008枚とかです。さあ、スペ玉は1個。あ、三日月33、一番きつい。頼む。いやー、まだ終わらせたくないですよ。 OK、 来た。どうか。あー、ダメっぽい。くー、ここでしかしベル当てればいいですよ。中右左行ってきます。もうそれで突っ張ります今日。そうだね。はー、中左右だった。うわー、大事しちゃったんだ。そっか、そっか、流れてたか。こっちに流れが来たか。でもこうやって機種今後 6.1、まあ、6号機になると、うん、どうしてもこうやって通常時待ってる時間が長くなっちゃうじゃないですか。そうだね。だからちょっとあの視聴者の皆さんから、はいはいはい、まあ、コメントいただくと同時に、うん、なんかお悩み募集でもやりませんか。ああ、我々でね、もしかしたら何かこうお役に立てるアドバイスができるかもしれないね、ええ、だからなんかね、お悩みがある方はちょっとコメントに寄せていただけると、うん、我々のその通常時の暇つぶしじゃないですけど一生懸命考えますから。ひどい言われようだな通常の暇つぶし。私熱演してたらもうその時点で終わりでしょあの答えが。我々に本気で人生相談してきたらもう終わってますよ、その人生は。そうだね。なので皆さんぜひとも、うん、コメント欄の方にあのいわゆるカジュアルな質問というか、ね、はい、お悩みをいただければ。よろしくお願いします。お願いします。6枚目ですか。7枚目ですね。え、7、ただただ登場戦で負け続けるだけでした。もう無理。そうだろう。電話探してます。でもしもし、大統領ですか。早い。有本と申します。なんで俺の名前だ。これ絶対くぅー。あ、いたやった、ありがとう。よしよし、マリオさん、はい、次、はい、中右左で揃えば超秀吉です。あ、いけ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 。